8月27日、愛媛 FC、愛媛マンダリンパイレーツ、愛媛オレンジバイキングスの3球団が松山中央児童センターを訪れました。これは愛媛 FC、愛媛マンダリンパイレーツ、愛媛オレンジバイキングスの3球団が愛媛の子どもたちにスポーツおよびスポーツ選手に触れ合うきっかけを作ってもらおうと開かれているものです。この日は児童24人が参加しました。選手たちはボールや風船を使った遊びを通じ体を動かすことの大切さを伝えました。いろんな選手となんかいろんな遊びができてよかったです。風船でなんか肘とか頭で打つのが楽しかったです。夏休みも終わりに近づき、選手たちとの交流が子どもたちにとっていい思い出の一つになったのではないでしょうか。今日の感想を教えてください。やっぱりちっちゃい子たちとこうやって絡む機会も、ね、やっぱなかなかないので、こう絡むことでこう自分たちもすごい元気をもらえますし、またバスケ頑張ろうとか思えるのですごいいい経験になりました。ホーム開幕戦が9月27、28日松山市総合コミュニティセンターの方で開幕します。ぜひ皆さん応援に来てください。お願いします。8月30、31日に、ウォッチャンスタジアムで、試合があるんでぜひ皆さん来てください。待ってます。9月7日土曜日、なでしこリーグがあります。ぜひ会場に応援に来てください。お願いします。